んにちは。当院で行っているインプラント治療についてご説明させていただきます。当院のインプラント治療はできる限り痛みの少ないインプラント治療を提供しております。しっかりと噛めるかぶせ物を装着することができますので、会話やお食事を楽しんでいただけます。歯科用 CT レントゲンで事前のシミュレーションを行うことで安全な手術を受けていただけます。歯科医師はさまざまなインプラント研修に参加して常に最新の医療を学んでおります。まず院長が患者様の現在のお口の状態についてしっかりと把握した上で、インプラントと他の治療法との違いや手順、メンテナンスの必要性なども詳しくご説明させていただきます。次に診断用模型の型取り、 CT レントゲンの撮影などを行います。CT シミュレーションソフトを使用することで、骨の厚みや状態など総合的に把握し、安全なインプラント手術を行うことができます。慎重な審査の上で作成した治療計画や治療期間、費用などについてご説明させていただきます。十分にご納得いただいてから治療を進めていくことができます。歯を失った場合の治療法として、ブリッジ、入れ歯、インプラントの3つの方法があります。ブリッジは失った歯の両側の歯を削って支えとし、一体型の人工の歯をかぶせます。入れ歯はクラスプと呼ばれる留め具を他の歯にかけて固定します。ブリッジや入れ歯は歯を失った部分を補うために、他の歯の寿命を短くしてしまうという大きなデメリットがあります。それを解決するのがインプラントです。インプラントは骨に埋め込むため、他の歯を守るだけではなく、自分の歯と同じような感覚で噛むことができ、見た目も自然で他人に分かりません。まず外科処置を行う前に、感染予防のために口腔内清掃を行います。次に手術部位周辺に麻酔をします。通常の抜歯の時と変わらず痛みの少ない麻酔です。患者様の口腔内の状態によっては、インプラントが計画通りの位置に埋入できるようにサージカルガイドを用います。これによってより安全な手術が可能になります。計画した深さまで骨を削ります。次にインプラント体を埋入します。手術時間はインプラント手術1回あたり45分から90分程度です。手術中ほとんど痛みはありません。このあとインプラントと骨がしっかり結合するまで2ヶ月から6ヶ月お待ちいただきます。骨の幅、高さがない患者様の場合は骨を増やす処置を行います。骨が大きく失われている場合は骨を増やす処置を行った後、3ヶ月から6ヶ月待ってからインプラントを埋入します。はい、では開いてください。インプラントと骨が結合したことを専用の機器を用いて確認したら、アバットメントと呼ばれる連結部分を装着します。この状態で歯茎が治るまでおよそ2週間お待ちいただきます。必要に応じて仮歯を取り付け、
噛み合わせや歯の大きさなどを確認します。歯茎が治った段階でインプラントにかぶせる人工の歯を製作するための型取りを行います。出来上がったセラミックの歯をかぶせて完成です。ご自分の歯と同じようにお食事もお楽しみいただけます。セラミックは汚れもつきにくく、綺麗な口元を維持することができます。治療完了後は回復した口腔の状態をできるだけ長く保つために3ヶ月ごとを目安にメンテナンスを受けてください。当院では通常のインプラント治療に加えて様々なインプラント治療も行っております。インプラントを行う部分の歯肉の厚みの少ない方に歯肉の移植を行う FGG 療法、歯茎を切らずに短い治療期間で済むフラップレス埋入法、抜歯したその日にインプラントを埋入する抜歯即時埋入法、不足した骨を増やす上顎動底挙上術ソケットリフト、インプラントを土台にして安定した入れ歯を装着できるインプラントオーバーデンチャー、このように様々なインプラント治療も提供しております。お気軽にご相談ください。私たちは苫小牧市周辺の一人でも多くの患者様にしっかり噛んで食事ができる喜びを知っていただきたい、そして日々の生活をより豊かなものにしていただきたいと考えております。インプラント治療後のセラミックが入った後はご自分の歯と同じように美味しくご飯を食べていただくことができます。ご自身の長期的な健康のためインプラント治療を検討し、お気軽にご相談ください。当院ではご覧の価格でインプラント治療を提供しております。保証期間を設けていますので万が一の時にも安心していただけます。その他詳しいことは当院のスタッフまで遠慮なくお尋ねください。